星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星、地球に向かいました。そう、地球で出会ったコメットの喧嘩友達とも言うべきケイスケ君が自分の夢を叶えるため旅立ちましたね。彼の輝きは遠く離れてしまったけど、コメットはずっと彼の輝きを感じ続けているようです。ありがとう。でもこれでいいの。何が聞こえるの？海の音だね。今はまだケイスケめんどくさがり屋だから。ケイスケ兄ちゃん、この貝殻は通信機なんだぼ。通信機って何？ケイスケが日記を書くと姫様の貝殻にケイスケの声が届くんだぼ。へを書くの苦手なんすよ。それより飯の用意します。おい、しょうがないな、来た。え、ケイスケ兄ちゃんから？うん。なんて？なんて？うん。航海日誌3日目。海は今日も穏やかだ。ヨットは24時間休みなく搬送している。穏やかで優しいのはいいけど、もう少し風が吹いてくれた方がもっと早く走れるのにとも思う。贅沢だろうか。師匠は先は長いんだからゆっくりもいいじゃないかと言うが。何？ケイスケどうかしたのかぼ？順調みたい。ケイタロウボブもいつもの通りだよ。さやかママにも教えてあげないと。あー、うつだわ。うつだわったらうつだわ。あれ、ベトウさん、どうしたんだろう。なんか元気なかったぼ。うん。メテオさん、ちょっとったらメテオ。ごめんなさいごめんなさい、私がいけないのよ、お許しください。どうしたの？何もしていません。私は悪い子ではありません。私はメテオさん、コメントじゃないの。どうかしたの？嵐が来るの。嵐だって大変だ。うわー、嵐だ。うつだわ、心配だわ、ちょやばだわ。この超大型の台風26号はマリアナ諸島北に発生、成長しながら北上中。今後の情報に十分お気をつけください。台風が来るって。そうなのよ、台風が発生しちゃったの。台風？嵐のことだよ。すっごい嵐。へー、うー、うー、
まりよくわかんないけど。パパたちのヨットが通る海域じゃなければいいんだけど。さっきまでは穏やかな海だって。そうよね、パパだって台風の情報ぐらいわかってるものね。わざわざ危ない方に行くことないわよね。ケータロパパは慎重だから。そう、大丈夫。ん？だけどコメットさんはどうしてわかったの？あ、それは勘ですけど。台風調子くんちも来るの？来るの？それはまだわからないわ。でも気をつけてないとね。ああ、あれ？あれあれ、これこれ。何してるの？台風の準備だよ。準備準備。え？大丈夫かな。パパは慎重だけど、ケイスケはわからないぼ。そうなんだよね、無茶するんだから。だいぶ風出てきたな。あ、台風ですか？ああ、通り過ぎるまで待つ方がいいな。なんだ、せっかくいい風もらえるのにな。もうシーアンカー下ろしちゃったよ。安全第一、レースやってるわけじゃないんだから。さあ、飯飯。はい、いただきます。ラバボ、今のうちに星力貯めておきたいの。これから台風が来たりで何が起こるかわからないもの。うん、用心するに越したことはないぼ。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。うわー、ダメダメ。何？ダメー、コメット、星力なんか集めたら見つかっちゃうじゃないの。メテオさん、嵐よ、嵐が来るの。台風はこっちに来るかまだわからないって。台風？違うの？そんなものよりもっと恐ろしい嵐よ。大嵐よ、激嵐よ。実は姫様のお母上、つまりお妃様がお見えになるのです。メテオさんのお母様が、うん、だから私をかくまって、それかくまって。どうして？せっかく会いに来られるんでしょ。会いたくないのかぼ。だってだってよ、コメット、私はまだ王子様の手がかりも見つけてないじゃない。あ、そっか。そうよコメット、あんたが早く見つけないからいけないのよったらいけないのよ。え、私？あなたがカリカリ坊やとか流木拾いの人とかわけのわかんない人たちばっかりと遊んでいて、シュウ様にだって結局あれから会ってないんでしょ。そうだけど。ご自分で調べるべきなのですが。私はそんな煩わしいことはしないのったらしないの。ああ、王子様って言える人が誰もいないわ。ああ、どうしたらいいの。勝手なこと言ってるぼ。なんだ、失礼のハエだぼ。うん、あれは、うん、そこにいるのはメテオね。即座に姿を現しなさい。これってハエビトさん？カスタネット星区に情報部所属ハエビト型ロボットであります。ロボット、いつつかざえる間に出頭しないと爆発します。爆発はなしだもん。うわー、行く行く、今出頭するから。フェイトだわ。姫様、姫様、メテオさんのお母様って激しい人なんだ。感心してる場合じゃないぼ。お家の屋根どうするんだぼ。あ、そっか。コメットさん、どうしたの？どうしたの？あ、大変。コメットさん、え、あ、大丈夫？今大きな音がしたようだけど。あ、大丈夫です。メテオさんがお母様に連行されただけですから。連行って、そう、メテオさんだったの。私はまた嵐が来たのかと思っちゃった。嵐？嵐どこ？どこにいるの？例えて言ったの。さあ、もうご飯にしましょう。コメットさん、コメットさん、嵐どこ？まだいるかな、お外に。いないの？いなくなっちゃったぼ。ご挨拶ぐらいしたかったのにな。残念。残念。ねえ、つよしくんたちはどうして？だって飛べたんだよ。こうしてると風がパーッと運んでくれるの。嵐の風が運んでくれるんだよ。それで飛べるんだ。素敵なんだから。へえ。そりゃ無理だぼ。だって前に台風が来た時飛べそうだったんだよ。姉ちゃんなんかあと少しだったんだもん。星力からかけないと無理だと思うけど。無理？ダメ。みんなご飯よ。はーい。ゆめいくん、ねねちゃん
師匠、行きましょう。行くって言ったってな。俺は行きたいです。だってその漁船救助を求めてるんでしょ。だったら行かない。静かに。聞こえますか。もう一度そちらの位置を教えてください。こちらは師匠、行きましょう。ダメだ師匠。どうしたんだボ姫様。大変。応答願います。応答願います。こちらエンジントラブル。え、潜水し始めた。もう大変。師匠、ケイスケ、アンカー上げろ。姫様、行かなくちゃ。え、遅いよコメットさん。お腹空いたよ。あの、ちょっと出かけてきます。これから。すいません、お友達のところに行ってあげたいんです。ご飯は美味しいお稲荷さんだよ。ちゃんと食べなきゃダメよ。じゃあ持って行っていいですか。どこ行くのコメットさん。あ、うん、ケイスケのとこ。ゾウシ君も行く。ネネちゃんも行く。ごめん、向こうは嵐なの。嵐。あ、これはママには内緒ね。心配するといけないから。待ってコメットさん。何？これ持ってって。嵐で飛べるんだよ。ではまだ王子様は見つかっていないと。あ、早い話がそういうことかしら。それはムーク、お前のせいなのかしら。ったらそうなのかしら。あ、いえ、これは姫様のコメット様に探させるという作戦です。って作戦？そうなの？その合理的思考は見事。さすがは我が娘、頭がいいわ。つまりはまだハモニカ星国の王女が見つけないからいけないってことね。あ、そうなのよ。ったらそうなのよ。コメット様が動かれました。コメットが。でもどうやって行くんだぼ。ケイスケのところまで遠いぼ。星のトンネルじゃ無理だぼ。わかってる。だからこの星の子たち、きら星の輝きを、そしてあまたの力を、どうか私の星力に変えて。エトワール、早く来て、お願い。来た。星のドレインカボ、ありがとう。ザイブ用意。ザイブ。はい。よし、交代しろ。はい。絶対に、絶対に助けるんだ。それじゃあ遭難した漁船を助けに向かったってことかぼ。うん、嵐の海に向かって。やっぱりライフガードを目指してるだけのことはあるぼ。考えたことなかったけど、ケイスケってどうしてライフガードになろうと思ったのかな。海が好きだからじゃないのかぼ。お母様、コメットはカリカリ坊やのとこに行くつもりなのよ。あんなベタベタの地球人のところに行っても無駄だと思うけど。メテオ、私が今回来たわけは何だと思う？さあ。それはあなたのそういう思い込みを打ち消しに来たのだわ。ったら来たのだわ。たまに星国の王子は人知れず地球人に紛れ込んでいる可能性が高いってこと。いいえ、もしかしたら自分が王子であることも忘れているかもしれないのだわ。けれどその資質は黙っていても現れる。なぜならトライアングル星雲の未来を担うお方なのだから。うわー、輝き感じるぼ。ケイスケのロボ、ここで降りられる？無理だぼ、すんごい嵐だぼ。でもあそこ静かだよ。ありがとう。どっち？
ち？あっちだぼ。よし。すごい風。いたぼ、姫様。あそこにいたぼ。いる。しょ、もう少し左、もう少し。よし、今だ、ケース。やった、ふっかけた。引け。助かったよ、強しくん、ねねちゃん。早くこっちへ。ありがとう。皆さん無事ですか？いや、人の落ちた。行方不明だ。俺の親父だ。助けてくれ。俺の親父なんだ。あなたの。ああ、ケスケ、行くな。ケスケ、ケスケ。彼はどうなの？なぜこんなに必死になって人を助けようとしているの？なぜ？毎日鍛えてきたんだ。俺はあの時の俺とは違うんだ。父さん！くそ！絶対に助ける、助ける。しっかり、しっかりしてください。この子は海の事故でお父様を亡くされたのですね。それでも海を愛し、海から人の命を守る仕事をしている。素敵だわ。こういう子が王子様であるべきだわ。メテオ、何をぼやっとしているの。さっさと助けに行きなさいったら行きなさい。私があの立派な坊やを助けるためよったら助けるためよ。わあ、お母様、私は許せないかも。あら、そうだった。あの人、助かりますかね。ああ、大丈夫だ。しかしな、ケイスケ、もう二度とこんなことをするんじゃないぞ。海の男なら、勇気と無謀を履き違えるな。はい、反省してます。しかし、よく助かったもんだ。それが、幻を見たんです。幻？はい、可愛い女の子の幻。幻なら、俺も見たぞ。師匠も？空に浮かんだ幽霊船みたいのに、誰かが消えてったんだよ。もしかしたら本当にお前の父さんの船が助けに来てくれたのかもな。父さんが？あ、それからもう一つ変なことが。変？見てくれよ。何ですかそれ。お前の乗っていたボートに入ってたんだけど、どう見てもうちのやつのお稲荷さんみたいなんだよな。食っていいか？はい、
もう腹ペコっすね。よかった、姫様も無事でよかったもん。彼って素敵な人みたい。今更だけど気がついたわ。うん、素敵だね、輝き持ってるもん。その彼を星国に連行するのだわったらするのだわ。彼が本物の王子様であろうとなかろうと、王子様としての才能があることは間違いないのだわ。それにこれはいざという時の保険。本物の王子様が見つからなかった時のね。でもお母様、彼はこれからもっともっと輝きを身につけるのよ。その時を待ってからでも遅くなくて。メテオさん、さすが我が娘ね、よく言ったわ。ではこれからはあなたの腕の見せ所ということだわ。任せてったら任せてなのよ。その息だわメテオ。あなたがその気になったのなら一安心。やっと帰れるったら帰れるのだわ。しっかりねメテオちゃん。冗談とばかりの輝きに磨きをかけるの。ごめんなさい、姫さん。メテオさん。はい、あなたも。メテオ様のお母様はメテオ様のお母様だぼう。いいよ、これで風に乗って帰ろ。それもいいかもだぼう。でも千代君とねねちゃんが羨ましがるぼう。うん、帰ったらみんなで遊ぼうね。さあお家に向けて出発だぼう。それわーいだぼう。航海日誌4日目。なんとか嵐は乗り切った。でも不思議な力を感じた。俺はもしかして誰かに守られているんじゃないかって。それが父さんなのかはわからないけれど。ケンスケのやつ。それ粘土だぼ。話しかけても返事しないぼ。粘土星人さんだよ。気持ちを込めればきっと答えてくれるよ。なわけないぼ。あれ、今動いたみたい。キャー、ラバボー助けて。うわ、姫様がさらわれちゃうぼ。次回コメットさん、星力で粘土遊び、キラッとお楽しみ。輝きまた見つけるぼ。